僕のお父さんは、僕、もう死んじゃったんだけども、亡くなったんだけどね。ちょっと前にね。僕のお父さんが、人生の最後にかけてた眼鏡だね。で、僕は、相続金とか、あんま、もともと金欲がないんだな。あんま、一人暮らしだからね。その金が必要ないと。で、高級ワインとかもあまり興味がなくてね。シンプルな生活が好きだから、相続金というのはあまり興味がなかったんだけど、まあ、もらったけどね。お父さん、僕のお父さんが、まあ、お父さん子だったんだけど、要するに、お父さん子だったんだけどね。川崎製鉄で働いて僕のお父さんが、サラリーマンは定年退職して、還暦になって、67歳ぐらいまで働いてたね。還暦すぎても、まあ、使える人だったんじゃないの、実は。67歳ぐらいで、定年後退職して、で、晩年、人生の最後にかけてたお父さんの、僕のお父さんの眼鏡でね、それをお下がりで、遺品としてね、もらって、老眼鏡ね。この眼鏡は、まあ僕の宝物。僕の大好きだった、子供頃大好きだった、まあずっと好き、いろいろあったけど、反抗期とかね。まあ僕が一番最初に見てきた男、一番最初に出会った男、大人の男の人生の最後にかけてたメガネ。まあそのあれ、今回は僕の宝物の一つをお話ししました。要するにお父さん、僕のお父さんが最後に、人生の最後に使ったメガネ。それを僕がお父さん死んだ後にもらって、今死ぬまで使っていくんじゃないですか。老眼鏡としてね。まあそういう話でした。この辺でいいんじゃないですかね。お父さんありがとう。以上。